はなかったちょっともうほっとしたというの <えー S 2> <laughs> 安心したというのが <laughs> はい皆さんに無事えっとこうやってね完成したものをえお届けできたことが何より安心したというかほっとしたというところでまあちょっとねどういう反応をいただけるのかというのでちょっとね大変ずっと不安を抱えていたんですけれども。<laughs> <うん S 2> <laughs> 本当にありがとうございます<わ>あ,ありがとうの完成もすごいですもんね静香ちゃんにまあ、一つのちょっとあのかなんて言うんですかね完成を見せてもらったというか静香が一個大きな壁を乗り越えた瞬間を見させていただいて本当に嬉しいなと思いましたアイドルのこの駆け出しの部分ってあん ことができないから、そういう点ではすごい。貴重な期間を見ることができたのかなっていうところです。ごくなんか嬉しくもあり、なんか私たちもこれをこうちょっと蓄えにしていけたらいいのかなって思いました。そうですね。あの、本当にミリオンスターズのみんなが、うん、チームファーストからエースまでそれぞれ描かれていて、そのみそれぞれの可愛いところだったり、かっこいいところだったり、好きなところっていうのがもうしっかり描かれてたのが本当に。 楽しくて、もう愛しかったです。<laughs> あれだってさ、ね、ソロ曲の披露の順番って本当にさ。初めて二人がさ、その。あの、メガトンボイスか。想像の時の。順番と同じだもんね。同じ、はい、ですね。ねなんか、私、本当、監督すごいなと思うのが。うん、アニメで。今までライブで。 実、なんんていうですか、現実に起こったことをアニメにするっていうのがすごくすごいというかそれこそ風花さんだったらセンチメンタルヴィーナスとかもどこまで私たちのことを知ってくださってるんだろうって確かにパンフレットにも書いてましたもんねそここの再現はだわっったてまあオフィシャルでね、あったことは一応チェックさせていただいているので。 ありがさん気はなかったっけどちょっといやいよ<ー>監督監督で <laughs> <れ>まだ早いまだ早い,だ早い,早いやめやめ<ー>自分が過去ライブで経験したことがアニメでちょっとこう重なるようなところもあってなんかすごく嬉しかったのと同時にあとこれからそのアクト3というライブがありましてなんかそれに向けてこうアニメを見てもっとつぎらしく 一生懸命頑張ろううという気持ちも高まりまりししたしこの、えー、ミリオンライブのアニメを見てどん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 ミリオンの絆だったり良さだったりがもっといろんな人に、えー、知ってくれたらいいななんてちょっと未来を考えてしまいました。 そうですねあのいろんな思いがすごいやっぱり「コーラーズの言う通り」をも込み上げたり幸せな気持ちにもさせていただいてるんですけれどもなんかやっぱり12話という中で39人先輩たちも含めて52人そしてプロデューサーのいろんな話をこういろんなね、まあ、10年あった分こういろんな物語とかを組み込んでいただいて監督とかがやっぱパンフレットでも喋ってるんですけどまあいろんなね、まあ、漫画だったりとかゲームとか現実のライブも含めて よくくここまでまでととめてくださったなと一観客としてもすごい感謝もありますしすごくすごくこう期待を待たせてくれる終わり方だったしなのでやっぱりここがゴールじゃないんだぞっていう気持ちでいっぱいです。